はい、どうも佐々木です。はい、そして今映ってるのは、ナプレ農園の竹内さんです。ということで、はい、外に来てますね。だいぶ晴れてます。抜群ですね。はい、今ここどこですかいと言いますと、はい、はい、まあ畑ですね。はい、来てますけどね。じゃがいも畑ですね。ついこの間ね、じゃがいもの方を植えさせてもらいまして、はい、まあちょっとあれからどうなったんだということで、今様子見に来ましたということですね。はい、どんな感じですか、竹内さん。はい、まだ芽は出ておりません。あ、出ていない。はい。あ、ちょっとね、軽く掘ってみましたと。はい。本来あったら、ここにピッと。そうです。ビュッと出てきて、上にね、出てくるけど、まあ、まだって感じですね。まだって感じですね。はいはいはい。大体どれぐらいで出るもんなんですかね、芽って。普通、多分1週間ぐらい出るんじゃないですかね。あ、そんなもんですか？そうですね。ただ、お米の時もそう言ってるんですけど、自然農法なんで。はいはいはい。いわゆるバランス農法。バランス農法なんで。うん。遅いんですよ。なるほど。はい。そこはゆっくりと。そうなんですよ。ほんと最初ね、初めて何回作ってるかな、毎回でもやっぱり出るかなって思って、ちょっとそわそわしてしまう。ただ前代表も言ってたんですけど、野菜はにはこの思いが伝わりますので、離れてても、芽出てるかなとか育ってるかなって思うと、野菜に伝わってるんで。あ、なるほどね。出なく自殺されれば自殺されるほどね、なんかこう、じゃがいもはね、喜ぶんで。なるほど。思いが乗るからね。こっちがもう、まだかなって思う。もうちょっと待ちやってね。なるほど。入れてくれますので。じゃあ今、それがじゃがいもにも伝わってる途中であると。そうですね。もうちょっと待ちやと。なるほど。そういう感じですね。いうことですね。僕もじゃがいもをこう植えるのね、この間トラクター乗してもらってっていうか、乗り方を教わって、土耕して、で、まあ、じゃがいも植えさせてもらったんですけど、その時にちらっと聞きましたけど、じゃがいもってあんまり水いらないんですね。あ、全然いらないです。もう最初にね、ちょっとあげて、あとはもう、なくて大丈夫です。なんかそれぐらいのね、なんかむしろ水あんまりあげると、逆に腐っちゃうとか。そうそう、傷んじゃうんでね。いう話で、ちょっとそこびっくりしたんですけれどもね。じゃがいもってでもこんな風にできるそうです。結構いっぱい植えましたけど、そうするとだいぶじゃがいもになるんじゃないですか？だいぶできると思いますね、今回は。おー、楽しみですね。ちょっとこれはね、いろいろ試行錯誤ですからね。まだ成長途中とかも動画で。喋れたらいいなとは思いますけれども。はい、まあちょっとね、まあ軽い豆知識とかによっては、じゃがいもは、なんでしょうね、炭水化物と、まあビタミン系ね、特に B 群が結構多かったりね、まあしますから、まあ認知症的にも。認知症的に言ったら、まあそうですね、睡眠の質アップにはね、結構ね、じゃがいもは役立ってくれるかなとか思うんでね、ぐっすり寝れると、まあ寝つきが良くなるようなね、まあそういったまあ野菜ではあるんで、まあそういうこうね、悩み抱えてる人とかね、まあ認知症に限らずですけど、はい。じゃがいもをこう意識して取られるといいかもしれんというところですよね。そうですね。はい。それを意識して、じゃがいもを食べると、あ、いいですかね。なるほど。バランス農法になぞらえて。そういうことです。やはりね、これでぐっすり眠れるんだぞって思いながら食べるというね。ありがとうって言いながらね、こう食べると。その、こう。倒れていく。ちょっと話関係ないけど、今のありがとうの言い方、ちょっと藤岡弘風でしたけどね。あ、ほんですか？だんだん無視して。あ、そうですか。だんだん自然に近づいていく。あ、なるほど。なるほど。寄せてってるね。藤岡弘じゃあこれ、もうちょい、がなり入れたらちょっとね、ありがとう。ぐらいの感じかなと思いましたけどね。なるほどです。わかりました。じゃあ、じゃがいもね、今回ちょっとせっかく来たんで動画撮らせてもらいました。また進捗言います。はい。はい、竹内さん今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。